1981年、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。久山電ダムは、広島県尾道市久山田町にある二級河川、栗原川、水系門田川に建設されたダムである。1924年竣工。1925年3月竣工した尾道市、上水道創設時から、 あるダムで、取水施設として作られたダムである。尾道市場水道の設計は、神戸市水道を、付設計画した、工学博士、佐野東次郎監修のもともと神戸市水道課長、水野博之審議士が行っており、久山田貯水池園邸として、国の登録有形文化財に登録されている。ダム湖、久山殿貯水池は2013年現在で、 尾道市上水道唯一の現役使用されている自己水源である。停滞右岸に半円状の取水塔がある。計画取水量は2011年現在で5000、立方メートル、日、計画降水位プラス94.23メートル、計画低水位プラス80.30メートル。なお、尾道市は、県水道、広島県沼田川水道用水供給事業が、 全体で9割の供給量を賄っており、この久山伝長光景は残り1割の供給となっている。南に、尾道市立大学がある。アーチ式、コンクリートダムのように R を描いている。区体はコンクリートではなく、荒石の間にモルタルを詰め表面を石張りでカバーしている、荒石モルタル石になっている。ダム便ン,ンでは、重力式、コンクリートダムに分類され、 登録有形文化財を管轄する文化庁の資料では重力式とアーチ式の複合型として記載されている。同信園の福ダムも備える。以下に設計当時の所言を示す。尾道に上水道敷設が計画された際に、まず井戸を水源として計画されたものの、候補となる井戸が見つからなかったことから中止となった。そこで貯水池を水源として敷設する案が考え出され、 1920年工学博士、佐野藤次郎顧問と清水の広野信を主任技士に任命し、不設案が作成され、ここを久し山田水源地が候補となった。1921年9月尾道市議会で上水道不設を議決、1922年3月10日国から認可される。1923年1月上水道工事着工。 1925年3月、上水道工事竣工、同年4月に、上水道は通水開始した。上水道全体の全国ありがとうございます。